できるかなゲームいいですか、テーマは今から、30秒時間とります、なんかメモれるものをちょっと用意してほしいですね。プログラムとかペンプとかあのメモ帳でもいいんですよ、そこで、書いてほしいのはしと読める文字、しと読める文字をできるだけたくさん書いてください、自分で思い出してもいいし、ヒントはあのプログラムとかにいっぱいし書いてありますよね。その辺見ながらしと読める文字をできるだけたくさん、書いてみてください。で、できればですね5個以上、僕やってみたら5個できたんで5個以上頑張ってみてください。5個できたらちょっといいもの差し上げます。おい、僕いいもの持ってきたんですよ。反則マガジンですね。僕の専門分野の反則ノウハウが詰まったマガジンを差し上げたいと思います。で、10個できたらこれを2個、20個できたら3個差し上げたいと思いますので、ぜひ頑張ってください。で、隣の方にも負けないように、いいですか、できるだけたくさんシート読める、あ、もうやってます、早いですよ、まだいきますよ。じゃあ今から30秒取ります、いきます、よーいスタート。お任せします。シート読める文字ですね。はい、10秒経過、早いでしょ、15秒、残り10秒、ここぐらい行くのかな、行かないのかな、しってね結構難しいから、はい、時間です、ストップしてください、教えてください、数えてくださいね、5個以上しっと読める文字を5個以上考えられた方教えてください。おお、いっぱいいる、すごい。ちなみに、10個以上の方いますか。お、すげえ、ちなみにですけど20個以上は20個いる、すげえ、20個以上、うそ、ちなみにまあいいです、あの後で何かいいもの差し上げます、すげえ、でこれ今差し上げると時間かかっちゃうので、あの後で僕に声かけてください、あの差し上げますの で一応数に限りがあるので、あの先着順ということで、あの5個以上の方は声かけていただければ差し上げます、お願いします。あのですね、まあ、僕、まあ、仕掛ける販促マンとして、まあ、販売促進のお仕事をしてるんですね。いろんなお店さんの、まあ、売り上げもっと上がんないかなとかいうことで販売促進の企画をいっぱいしてます。でですね、今日、まあ、販促なんですけど、まあ、ちょっと小耳に挟んだところ、結構家族のお話をするとか子育ての話をする方が何人かいらっしゃるということで、ちょっと僕も乗っかっちゃおうかなと思ってですね、販促×子育てというテーマでちょっとやってみたいなと思います。お、面白いですか。お、イエイ、ありがとうございます。痛い、見たい、聞きたい、はい、ありがとうございます。痛いって言われるとちょっとしんどいですけど ね、痛いテーマだとね、しんどいですけど、はい、頑張ります。ですね、なんだっけ、で、そうそう、僕今日5回目なんですよ、5回目なんですけど、いつもよりちょっとね、興奮してるんですよ、すげえ興奮してるんです。あのね、ちょっとね、ちょっと自分のね、息子が大きくなっちゃってですね、ちょっと息子が大きくなってきちゃいまして、まあ、あの息子じゃなくて本当の息子、実は今日長男が来てるんですよ、この会場に、長男が来ております。ちょっとね、父ちゃんいいとこ見せたいなと思って興奮しております、頑張ります。父ちゃん頑張るぞ。じゃあ、ですね、で、子育てかける反則ってことで、考えてきたくて、まあ、お子様、子供で
切り離せないテーマとして多分大きく2つあるかなと、まあ、いっぱいある中で2つあるかなと思います。1個は勉強、あともう1個ゲームで、まあ、切り離せないかなと、まあ、人によるかと思いますよ。切り離せないものかなと思います。で、勉強と、まあ、ゲームが喧嘩をしたら大体の場合、まあ、感情的にはゲームが勝つんですね。勉強はつまんなくてあんまやりたくないけど、ゲームは楽しくていっぱいやりたいじゃないですか。なんでかなって思うんですね。なんでかなと思うんですよ。勉強つまんなくてやりたくないけど、ゲームはやりたいじゃないですか。やっぱ楽しくてやりたくなっちゃうんですよね。なんでかなと思うんですよね。これね、僕自分なりの答えですけど、1個しかないんですよ。ゲーム、勉強はつまんなくてゲームが楽しい、この理由。ゲームは楽しくなるように作ってるからなんですね。ゲームは楽しくなるように作ってる、一生懸命作り手はもっと楽しくなるようにいっぱいのめり込んでもらえるように一生懸命作ってますよね。だから楽しくなるのは当たり前なんですよ。まあ、当たり前って言っちゃあれですけど、楽しくなるんですね。で、勉強はそうじゃないことも多いんですね。うん、だから勉強つまんないと思っちゃう人がいると。だったら勉強も楽しくなるようにすればいいじゃないかと思うんですね。で、まあ、今日長男来てくれますけど、次男もいて、次男小学1年生なんですよ。で、小学1年生が、まあ、学校の宿題とかを、まあ、家でやることがある。で、一緒にやることがあるんですね。あんまりできないんですよ。めったにできないんですけど、時々一緒にできることがあるんで、そういう時はちょびっとだけゲームを取り入れるんです。例えば音読っていう宿題があります。が、国語の教科書の一部分を5回読んでくるんですよ。同じところを5回音読して、5回できたら丸、5回5って書いて、なんか親のサインもらって学校に持ってるんですね。それね、まあ、毎日や真面目にやってるんですけど、すっごくつまんなそうにやるんですよね。まあ、毎日同じこと、同じ文章を読んでつまんないでしょうね。ちょっと面白くできないかなと思って、一緒にやるときはこんなことします。音読の中でも、例えば早口音読とか、ものすごく早く読むんですね。できるだけ早く読めっつって超早く読む音読とか、あと逆にゆっくり音読とか、超ゆっくり読むような音読とかするんですね。あとは、こんなの、ひそひそ音読、ひそひそひそってちっちゃな声で読んでくださいとか、逆から音読、文章の逆側から一行ずつ読んでくる、うん、こんな人は文章意味わかんないですけどね。まあいいじゃないですか。いいんですよ、いいんですよ。宿題読めばいいんですますね。で、あとこんなの、腕立て音読する。なんだ、ってそうなんですか。腕立てをしながらやるんですけど、これは文章読んでて点になったら腕立て1回とか、丸が来たら腕立て2回とかやるんですね。そうするとね、一生懸命やるんですよ。早く終わりたいから、ね、早く終わらせるように頑張るんですよね。とか、あとこんなの、これね、昨日次男に聞いたらどんなの覚えてるって、こんなに言ったんですよ。ゴリラ音読って僕覚えてないですけどね。なんかウホウホやるんでしょうね。多分喋んないでウホ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 喋るんじゃないですかね。まあまあいいんですよ。で、こんなんしてるともともとノルマ5回なんですよ。1回、1日5回しかやらなくていいんですけど、父ちゃん次何、父ちゃん次何ってお題を求めるんですね。そうするといつの間にか10回12回やっちゃうんですよ。これってつまらない勉強かもしれないんですけど、何かちょっとゲーム性とか面白いことを工夫したからこそ、そんなやりたくなったんじゃないかなと思うんです。これって、まあ、反則と同じだなと思うんですね。僕は販売促進の、まあ、専門家です。で、今は子育ての中で勉強ってことを取り上げました。今、まあ、宿題が中心ですけど、宿題つまんないかもしれないですけど、何かちょっと面白いものとか仕掛けを加えることでやりたくなるんですね。ちょっと仕掛けを加えることで、なんか前のめりになったり、ついやりたくなったりするんですよ。これって子育ても反則も一緒だなって思うんですね。です。つまらないものを何か楽しくすることができる、これは仕掛けの力です。この時間しかない、すごいすごい、大変だ。じゃあですね、さっきの思い出してください。最初 C のゲームしました。これ勉強じゃない、ゲームっぽく見せたんですけど、実は勉強だったんですね。わかります。勉強、ゲームっぽくやったんですけど、実はあの間に C の漢字をすごい勉強したんですよ。C は何か、こんな感じないかなってやってたんですね。これをちょびっとだけノウハウっぽく解説したいなと思ったんですけど、やばい、これ一番面白い。これをどんな風にして前のめりにしてるかっていうと、こんな、2つの軸で考えることができるんですよ。チャレンジっていう軸と、共体感、共に体感するってことですね。体験する、こんな軸を取ると人が前のめりになったりします。でそれぞれ、もうちょっと詳しくします。チャレンジっていうのは2種類あります。
自分にできるかなって自分へのチャレンジと他人へのチャレンジです。自分にできるかなってのはお前本当できんのって挑発したりする感じですね。で他人へのチャレンジってのは競争です。相手はこんなことできるよ、相手はこのぐらいのレベルがあるよ、そういったら自分も頑張ろうかなっていう相手との競争、こんなことすると、自分がもっと頑張ろうと思います。あとこっちですね、共体感の方も2種類あって、1つはホスト&ゲストっていう軸とゲスト同士っていう軸があります。ホスト&軸あのゲストっていうのは、例えば先生と生徒とか、親と子供とか店員さんとお客さんとか、まあ、進行役がいてお客さんと一緒にやるようなパターン。もう一個はゲスト同士っていうのはあのグループワークとかしたりすると盛り上がりますよね。あのつまらないな、お、暗くなる、やばいやばい、暗くなる、つまらないなと思っても、そんなこと仕掛けるとやりたくなるんですよ。ということで締めていきたいと思います。あの今日ですね、いろいろやってきたんですけど、今最初から皆さんは仕掛けにかかってたんです。これ分かりました？最初から何を言いましたか？死の漢字を書いてくださいって言いました。死を書く、死を書く、死を書け、消えないでね、消えないでね、仕掛けということでした。非常にありがとうございました。